この間、昨日話をしましたけど、もうざっと撮ったので、もう一回見ていきますけれども、テキストのない人はいいですよ、冒頭聞いておいてくださいですからね。必ず部下には、意味付け、見通し付け、達成体験、それから、承認、期待、権限、地位、こういった7つのですね、まあ、側面で、部下の育成に当たってください。で、まず1つですけれども、意味付けですけれども、しっかりと部下と話をすることによって、その人自身がやりたいという希望もあるでしょうし、あなたの仕事にはこういう意味があるので、あとで期待も関係しますけど、そういったものも含めて、その仕事そのものに、興味を沸かす、あるいはもともと持っているかもしれません、あるいは自分の成長の可能性が感じられる、あるいは自分の能力を生かせるといったように、その仕事にとってのやりがいや価値をしっかりと感じてもらう。それから見通し付けは昨日言いましたけれども、さあ泳げって言っても泳ぎ方を知らないとですね、それは単なる放置プレーです、放任です。そうじゃなくて、こうやればできるんだという方向づけもつけていくんですね。それから達成体験では、これはもうとにかく成功体験だなと思うところでは積極的に踏んでくださいという話で、大事なのは特にフィードバックの時に駆使する2つのテクニックが承認と期待です。ですから、まずは褒める、ね、まずはいいところを褒めて差し上げる、できたところを褒めて、いきなり来年はこれをやってじゃないんですね。まずはここがよくできたんだよっていうことをしっかりと評価する。それからそれに合わせて次はじゃあ来年度は君なら今回はここまでできたんだから来年はここまでぜひ行っていただきたいというようにですね、期待を込めて話すということですね。で、それから権限を与えてもモチベーションが上がりますけれども、権限を与えるっていうのは単にやってくださいと言ってあとは放置するんじゃなくて、しっかりと与えられた仕事をやってるかどうか関心を寄せてチェックはしてやるということですね。だから地ポジション、こういった、まあ、7つの場面ですが、特に承認と期待を駆使します。これをもう頭に入れてください、覚えてください。